では空気が動き目よくそうアークやっていきたいと思います。今日ねアークニュースについにあれが届きました。ということで今週のコミュニティクランチをやっていきたいと思います。それでは本日の目次を説明、コミュニティクランチについて、2つ目今週のアークニュース、そして最後に転送解禁について話をしていきたいと思います。それではねまず1つ目にコミュニティクランチ何かっていうところから話をしていきたいんだけど、これねちょっとね日本のゲーム会社とは、まあ、特色というか、まあ、文化が違うんだよね。まあ、そもそもアメリカのワイルドカードっていうね、まあ、ちょっとちっちゃめの開発会社を運営していて、でそこで作られたのがあのアークっていうゲームなんだよね。でまあね日本とはねやっぱり文化が違うので、これそもそもね、まあ、ユーザーと運営側、開発会社との交流の場みたいな感じのイメージなんだよね。で向こうのアメリカのねゲーム企業というかフードに関してはなんか日本のさゲーム会社はかなり職人気質で、俺らが作ったぜみたいな感じで、じゃあちょっと遊んでみてよみたいな感じなんだけど、海外のゲーム会社っていうのは結構ねなんか一心同体というか、まあ、モッドって言われるものもね結構ねそれを表していると思うんだけど、まあ、あのクリスタルアイルズとかあとはラグナルクとかモッドマップって呼ばれる全くアークの開発会社と関係ない一個人が本当に他人の人がただのエンジニアの人がね作ったマップっていうのを採用したり、あとは今回のコミュニティクランチでも毎回やってるんだけどファンアートみたいなのがあって、そういったものをねピックアップしたりもしてるんだよね。なので結構ねあの海外、まあ、欧米のゲーム会社っていうのはユーザーとこの開発会社の距離ねめっちゃ近いんだよね。なのでいろんなね意見とかも取り入れるし、でいろんなね話し合いもするしっていう感じで、ゲームの開発会社からするとユーザーの君たちも同じコミュニティの一員、チームの一員だよみたいな、まあ、そんなね、まあ、風土なんだよね。なので、まあ、なかなかね任天堂とかスクエニとかはソシャゲとかが出始めてそういうね文化も多少はあの来たことがあるかもしれないけど、まあ、大体はさ、まあ、あの自分らが作ったものを、まあ、遊んでよみたいなのが前提なんだけど、まあ、結構海外だとねいろんなね、まあ、意見があったり、まあ、そういったね交流があったりっていうところがねすごく多いんだよね。でそんな中でコミュニティクランチっていう形で、まあ、あの不定期ではあるんだけど、まあ、大体最近は1週間に1回ね更新していて、運営からみんなへのユーザーへのコミュニティ内のお知らせですよ。まあ、あの回覧板みたいな感じかな。アークっていう町内の回覧板みたいな、そんなイメージですね。ということで今回のこのコミュニティクランチね、どういう内容だったのかっていうのを話をしていきたいと思います。で今日のねコミュニティクランチはねそんな情報量多くないっす。で2つね大きくニュースがあって、まず1個目があのなんかね先週確かなかったと思うんだけど、公式サーバーの倍率が全て2倍一律に上がりますっていう感じですね。でこの倍率に関してはねなんか最近ねちょっとまちまちでよくわかんないんだけど、一時期はね結構ね毎週やってたねなんかエボイベントみたいな感じで、まあ、育成イベント的な感じだったんだけど、そんなにねなんかね先週もやんなかったし、あとはイベントの時ね結構まちまちの倍率なんだよね。結構イベントだと倍率大体なんか3倍とか4倍とかある程度ね決まったなんかその企画の中でやってたんだけど、倍率が2020年に1回変わったんだよね。ベース倍率が確か2倍になったんじゃないかなっていう感じなので、その倍率変更後なんだけど結構ねいろいろ調整をしているのか、まあ、みんなに最適な倍率、まあ、無駄にねなんかちょっとあのチートみたいになって倍率上げすぎてもうすぐ飽きちゃうみたいな感じではなくて、まあ、長くみんなに遊んでもらえるような倍率設定をいろいろ試しているイメージで、なんかね運営的にもね2020年の倍率のベース値を変更したあたりから結構ね試してるんじゃないかなと思います。で今週に関しては2倍で統一してやってますっていうような感じですね。そして次はね今回何より一番でかいニュースがありまして、ついに、ジェネシス2の公式サーバー転送が解禁されます。でこの解禁なんだけど、いつ解禁されるかっていうとまだアメリカ時間 の、 あの日程しか出てないんだけど、2021年9月3日金曜日となっておりますので、ジェネス2のリリースが6月3日なので、クリスタルアイズ同様ね、まあ、大体3ヶ月での解禁だねっていうような感じだねっていう形になりますので、9月3日、まあ、多分日本時間だと4日のまあ早朝とかなんじゃねっていう感じの時差があるので、まあ、そこら辺踏まえて多分ね3日の夜中かあとは4日の早朝についに転送が解禁されますっていうことになります。でまあこれねどういうことかっていうと、まあ、なかなかね公式サーバーやってない人は分かりづらいと思うんだけど、もともとねあの公式サーバーに関しては新しいマップ、まあ、今回で言うとジェネシス2なんだけど、こういうマップが出た際には一旦転送は解禁が
見送られるというかね、3ヶ月後とかになるんだよね。とりあえず転送を禁止して、みんな同じ条件下で遊びましょうねっていう形になるんだよね。で、まあ転送は何かっていうと、まあ、ポータルを使うことで、まあ、オベリスクとかを使うことで、まあ、例えばジェネシス2から恐竜をアイランドに持ち運ぶことができるみたいな形ができるんだよね。そういったマップ間の転送っていうものが今回ね解禁されますっていうことで、まあ、通常ね公式サーバーに関しては新マップリリース後に関しては3ヶ月後とか時間を置いてマップの転送を解禁していますっていう形になるんだよね。で、一応ジェネシス2ではオベリスクがないので、まあ、ジェネシス1同様ね、ミッションポータルからの、まあ、いろいろなね、アイテムとか、あとは恐竜の転送っていう形になりますね。まあ、こんな感じでデータとか、あと生物っていう形で、まあ、今だと、ヒロセベル、三ツ矢サイダーっていうのがいるんだけど、まあ、ダイオルなんだけど、これをね、アップロードして、まあ、向こうで、まあ、アイランドとか、まあ、どこでもいいんだけど、オベリスクでダウンロードができるっていうような形ではあるんだよね。なので、まあ、こんな感じで、ジェネシス2ではミッションポータルを使って、転送が解禁されるようになりましたっていう感じですね。で、まあ、なんでねこういった転送の制限をやってるかっていうと、やっぱりねオンラインサーバーではかなりね環境というかね個人の環境が変わってくるので、ある程度ねみんな同じ環境下でやりましょうねっていうのがね大前提なんだよね。まあ、というのもね PVP とか例えば急にね、まあ、結構やり込んでる人が、まあ、初っ端なねギガノトとかをもう持ってきたりしたら、もうねえらいバランスブレーカーになるんですよ。なのでそういったことが起きないようにちゃんとね最初はフラットな環境で、まあ、サバイバーをねちょっとダウンロードできるからレベルとかエングラムはあれがあるんだけれども、まあ、それ以外に関してはある程度ね、まあ、みんなね共有できるようにしましょうねっていう形になってるんだよね。なので公式サーバーのオンラインのマルチプレイに関してはそんな感じのねプレイの仕方をやりましょうねっていうのが統一されていて、まあ、これがねもう大体ね、まあ、いつものセオリーっていう形になってますね。ということでね、ついにね3ヶ月の時間を置いてジェネシス2もマップ間転送が解禁されるっていうことが確定いたしました。ということでね、みんなもねここを機会に、まあ、いろんなねアイテムの輸出であったり輸入っていう形のものがねできるようになるので、まあ、いろいろね楽しみの幅が増えるんじゃないかなっていう感じで思いますね。ということで最後に今回のジェネシス2のマップ間転送解禁について話をしていきたいと思います。で、まあ、今回に関してはさっきもちらっと言ったんだけど、まあ、おそらくね、まあ、前回の新マップがクリスタルアイルズになるんだけど、アイルズと違って圧倒的にジェネシス2の方が、まあ、文化であったりあとは恐竜であったりっていうのがハイスペックであったり便利なものが多いので、まあ、輸入っていうか輸出、他マップに恐竜を持っていくとか、あとはクレートで取ったね便利なアイテム現品とかを持っていくっていうのがね多くなるんじゃないかなって思いますね。今回のねジェネ2はねマジでねチートじみた恐竜とかアイテムがねマジで多すぎるんだよね。逆になんか輸入するのって考えると何輸入するって感じで、俺はねちょっとねあんまり思いつかなかったんだけど、まあ、現状さ雪フクロウとかいるし、あとはリーパーもいるし、なんならね R のギガノトとかももともとこっちで発生するので、まあ、そんなにね逆に輸入してほしいものっていうのがあんまり思いつかないんだよね。しかもアイテムに至っちゃさ、もうクレートでさこのヤバいエングラムのものを現品をさガンガン取れるから、めちゃくちゃね有料なマップというか、まあ、チートなマップにはなっているので、むしろね、まあ、持ってくるものってあるとしたら何かなって思うんだよね。まあ、エングラムに関しては全部解放できるから、まあ、アイテムに関してはそんなないと思うんだけど、恐竜はねどうしようかなっていうのが結構ね俺の中ではねそんなにねアイデアが浮かばないんだよね。まあ、カマキリとかもいるし、まあ、特にね誰か必要なのあるっていうような感じなんだよね。なんか逆にこいつ持ってきたらいいんじゃねとかあったら、まあ、みんなね教えてくれると嬉しいです。で逆にね輸入したいものより輸出したいものの方がめっちゃあるから、逆にこの解禁っていうのはジェネシス2じゃなくて他マップがバランスが崩れるんじゃないかなって思ったりするんだよね。明らかにチートな生物っていうのが多いので、ここら辺ねやばいんじゃねえかなって思うんですよ。で、まあ、例えばねこのアストロデルプスとかはマジで強くて空飛べるし、まずビーム一方的に撃てるし、まあ、ちょっとエレメントがね厳しいところもあるんだけど、燃料としては。ただねエレメントさえあればマジ強いから、エクスティンクションとかでは超使えると思うし、あとはシャドウメインに関してはマジでボス戦でレックスと対抗できるねこの唯一の火力生物になってくるし、でさらにはこのブリーディングやりてえと思ったらこのメイちゃん使えばもういくらでもねブリーディングが効率化できるし、さらにねテックストライダーを持っていけばもう採取が神になるから、本当にねもうやばいんですよ。もう言うことないんですよね。でノグリンに至ってはさジェネシス1で飛行生物に乗ることはできないんだけど、利用するっていうこともできるのでマジで便利なんだよね。でさらにボイドはボイドワームかっこいいし、うん、あ、うん、どうもあ
で、さらに、このエングラムとかアイテムを持ってくるっていうのがやばいんだよね。まあ、エングラムに関しては、サバイバーの輸入はね、まあ、規制されてないから、まあ、もともと持ってくるんだけど、もっとやばいのがね、このアイテムなんだよね。これなぜかっていうと、アイテムが、まあ、例えばこのテックピストル。これ、普通にノーコストで、全く手数料かからずに、ただのクレートからゲットできました。はい。テックホバーもそうです。はい。ここら辺のテックライフルもです。はい。っていうことなんですよね。で、さらに、300オーバーの指向ライフルであったり、いろんな防具の、まあ、指向のね、なんかライオットだったり、なんちゃらっていうのが、ここら辺もね、全部ね、もらってんすよね、クレートから。ノーコストで。はい。今なら無料でこういったものが、いくらでも漁れるわけですよ。はい。バランスがやばいことになります。はい。なので、輸出側として、ジェネシス2が、やべえ国になるんじゃないかなと思うんだよね。とんでもねえね、インフレを起こしてしまうような、もうね、ソシャゲの末期状態になるんじゃないかなっていうぐらいの心配があるぐらいの、まあ、環境なんですね。他マップに持っていくと。まあ、例えばね、アイランドに持っていくとしましょう。ストライダー持ってきます。シャドウメン持ってきます。メイちゃん持ってきます。エッグインキュベーター持ってきます。テックピストル持ってきます。テックボアも持ってきましょう。どうするこれ？まあ、ちょっとシャードがね、アイランドはあれだから難しいんだけど、エクスティンクションに至ってはシャードがそこら辺でさ、いっぱい取れるから、もうやりてえ放題だからマジで。うん。まあ、そういうこと。なので、輸出として、アイテムであったり恐竜、マジでチート揃いだから、もうシャドウ面さ、2匹持ってくだけで、もう全てが解決したりするのよ。っていうね、やばいレベルなので、このね、環境を持ってけるっていうのは、実は、めっちゃね、やばいから、本当にすごいことになると思うんで、ここら辺ね、どんな感じの環境になるのかっていうのが、ちょっとね、俺はね、気になるんだよね。ぶっちゃけ、やりすぎになるんじゃねって、俺はちょっと思ってたりする。かなり、やばいからね、アイテムとかが。なぜかって、アイランドに関しては、恐竜の島で、生身の人間がサバイバルするぞ、うおーみたいな感じなのよ。まあ、そこにさ、まあ、こんな感じのさ、まあ、テックピストルとか、あとはシャドウメンとか、あとはボイド、まあ、ボイドホーム違うな。うん。あとは、メイちゃんとか持ってくと、めちゃくちゃやばいでしょ。もうやばいのよ。うん。まあ、そういうこと。うん。マジで、ちょっとね、しかもそれがブリコ隊の目でめっちゃ上げたシャドウメンのコンビとかだったら、もうね、手がつけられんっていう感じになるから、本当にね、環境がジェネシス解禁のせいでめちゃくちゃ変わると思うし、アイテムの輸入も現品をバンバンノーコストで取れる、このジェネ2の環境下っていうところがあるので、本当にね、やべえんですよ。で、ヘキサゴンもベロナミッションで異常にね、ゲットできるから、周回してね。なので、普通にヘキサゴンのヘレナガチャ、レベル3ね、ティア3のクレート回せるから、そこら辺のアイテムの入手難易度っていうハードルが超絶低いのね。で、まあ、要するにね、やばいっす多分ね、環境が大変なことになるので、まあ、やりすぎ注意かなっていうところもあるけど、まあ、別にね、まあ、オレツエとかなるから、まあ、一気に環境が発展して面白くなったりもするけど、まあね、ちょっとね、どんな感じの環境になるのかっていうのが、まあ、僕はね、楽しみではあるし、まあ、ちょっとね、びっくりするような状況になるんじゃないかなっていうね、ワクワク感は多少あったりするかなっていうような感じなんだよね。ちなみになんだけど、今僕がやっているキングダムエボルブドっていうね、13人でアークをやるっていう王国を作るっていう感じの企画の、まあ、非公式サーバーなんだけど、ここに関しては、ちょっとさすがに出すとバランス崩れるし、とか、テック棒とかテックピストルとかもそこら辺も、同じようにそういう風にしてるんだよね。なので、ちょっとね、そのぐらいね、結構バランスを考えた際に気を使うようなアイテムになってるので、なかなかね、うーんって感じだから、そこら辺ね、皆さんね、ちょっとね、もし非公式サーバー運営されてる方だったら気をつけた方がいいかもしれない。ということで本日は、ついにやってくるとジェネシス2の転送解禁について話をしてまいりました。ぜひね、みんなもね、コメント欄で、こいつを輸入したいとか、こういったものを輸出したいってなったらね、コメントいただけると嬉しいです。よかったらね、この機会にね、ジェネ2ね、どういったものがね、出されるのか、持ち込まれるのかっていうね、統計とか取ってみたら面白いかなって思ってたりもします。で、僕に関してはね、やっぱりボイドは、ボイドはないな。うん。まあ、やっぱメイちゃんとか、あとはね、卵孵化装置とか、そこら辺のブリーディング系はね、マジやばいから、まあ、持っていってもいいんじゃないかなって思いますね。まあ、テック棒とかに関しては、ちょっとエングラムの部分もあるし、まあ、レベル高いのとかね。あとはシャードとか、そこら辺の問題もあるから、まあ、やっぱエッグインキュベーターとかメイちゃんあたりが汎用的で、マジチートなんじゃないかなと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。現在でして、チャンネル登録1万人、10万人もいっすより、ぜひ応援していただけると嬉しいです。楽しんでいただけるよう動画生放送、今後も続けてまいりまして、チャンネル登録お願いいたします。またいつもコメント、高評価くださって、皆さんの生放送に遊びに来てくださって、皆さん、本当にありがとうございます。ぜひぜひ、恐竜ライフを一緒に楽しんでいただけると幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。